予定を前倒ししてオープンしたということなんですが、まだ朝の6時50分、外は薄暗いんですけれども、見てください、店の中には続々と訪れた人たちが入っていきます。福岡県小郡市のコストコ小郡倉庫店は開店時間を3時間半前倒しして、今日午前4時半にオープンしました。1万平方メートルの広々とした店内にはオープン記念の割引商品が並び、訪れた人たちはカートに次々と商品を入れていました。今寝不足で昨日の夜から並んでるんで、コストコは初めてですね。あまりいっぱいありすぎてちょっとびっくりでした。福岡県内のコストコは久山町、北九州市に次いで小郡市が3店舗目で、運営会社は1日7000人ほどの来客を見込んでいるということです。